のんち TV 始まりました。ピースの角度は自分も行き D のんちです。なんだ今のまま。さあ今日のゲストは、はい、私ナーズはコスメだアイブロウもいこです。コスメだやっぱりね、はい、ナーズおしゃれですよ。シャネルもね、うん、男性用のあれをこうファンデーション、男性向けファンデーションをシャネルが、すごい、はい、発売しました。さあ、今回は、はい、後半ですね。後半です。はい、後半ですので、はい、ハンドケアマッサージ機を紹介したいと思います。はい、ルルド。ルルド。ハンドケアマッサージ。はい、かわいい。この目と鼻は、うん、ついてくるステッカーがついてきて、いろんなのがついてて、私は豚好きなんでこれに。あ、別に動物じゃないの、もともとは。これは関係ない。何にもない。ただ、ルルド製品ってあれなんですよね。はい、今もう、フラミンゴの形してる、はい、今年お友達にプレゼントであげたんですけど、なんか、うん、こういうリラミンゴって言うんですけど、ね、こう背中やったりとか。なんかウサギちゃんの形してるリラビットとかなんかね、いろんなちょっと動物関係のがあるんですよね。やばい、これはハンドケアだけど豚にどうにも言うもいかないでもね、これ指入れたらね、びっくりした。びっくりした。すごいもう気持ちよくて、びっくりした。これなぜ欲しかったかというと、これいただいたんですけども、うん、かわいい口んとこだよ。しかもギターのアコースティックギターとかもうやるともう指が顔似てる似てる似てる、ああ似てる。痛くて痛くてしょうがなくてどうしようかなと思ってた時に似てるこれをねやって結構ああ気持ちいいなって。ああ素晴らしい。ずっともう人にこうやってやってもらったんだけど、うん、だんだん人って最初はさやってあげるよとか言ってくれてて、だんだんみんな嫌がってくるんですよ人って。だけどこいつは今まで一度も嫌と言ったので、ね、もう1年以上使ってますけども一度も嫌と言って、もうすごくいい。欲しがってましたよねいつも。ここでもね、はい、ずっと欲しがって。でね、この前ね、街ね、うん、の終わりで、うん、終わりにだっけ、福山の、はい、さんのね、映画見たら、はい、クラシックギタリストたちすごくて、うん、何やってるか知ってる？もうこっからここを冷やしたり温めたりどっちかわかんないけどしてんの。すごい。だからそんぐらいもうでわかるよね、うん、あんなにずっとやってたらあれ気持たくなっちゃった。だからね、だからそういう意味でもね、街で見てほしいんですよ。ギタリストの苦悩とか、ね、ちゃんとね、あ、やっぱりそうだよね、うん、と。なんか俺の周りなんてボンクラばっかりだからさ、で、別に痛そうな人とかあんまりいない。ひどい。だからあんだけの時間やってる人たちはもう大変なんだよ、ケアしなきゃ。あのね、往年のキングカズもさ、まあ今もそうかもしれないけど、毎日氷水に入れるし、ね、うんうん、フィギュアの人、はい、若い人でもさ、うん、朝練した後、うん、冬でも氷に足入れてからな、うん、そんぐらい、ね、疲れてんの。そっかそっか、うん、でも私なんかもここ、ね、沈める感じ。私なんかもピーク時よりもうほらどんどんもう死んできてるけどさ、ピーク時よりもギターを僕は多分弾いてるんで今じゃあ今がピークだろう多分それだからね、すごいありがたい。ピークの角度はピークのね、ピークとピークといろいろだね、ピークといろいろだから。でこれね、温めてもくれるし、うん、のもあるし、全体を手全体をやるのもあるし、指をやるのもあるんですよ。すごくないですか。そうそうそう、ちょっとなんかわかんないけど入れてみて、はい、もう時間ないから一瞬でいいね、はい、でこうやると、はい、こうビヨンってやるとこうあったかくなんとなく入れてて、おーおーおー、なんかあるわかる、すごい締め付けが、締め付けですよ皆さん。ぎゅーっとしてる。ぎゅーっとしてる。あー、ぎゅーっと。あら、これなんか違うチャンネルみたいになってます。すごい。あら。ぐぐっときます。あら、もう一個。盛り上がってる今。盛り上がってるまで来ました。あ、締め、締まる。締まる。これが続くんです。すごい。で、きついバージョンもあるし。うんうんうん、
これぜひすごいですね。これを見てるギタリストの方必見。ギュッとしてます。ギタリストっていうか弦楽器の人とか結構もう指使う。あ、ピアノでもいいのか。弛緩運動ですねこれね。弛緩。弛緩弛緩。弛緩。弛緩プレイですね。素晴らしい。ね、うん、あ、ちょっとこっちからこっちの穴が開いてますから。ここから指を入れて指と指でこう愛を育み合ったりとかそういうのに使えないですね。はい。まあそんな感じで。じゃあこれいらなくなっちゃう。今回は、はい、ルルブのルルドルルドハンディマッサージャー。ルルドのね、そうハンディこれ。これ結構本当におすすめ。はい、価格1万円ぐらい。ハンドケアマッサージ。ハンドケアマッサージ。うん、1万円ぐらいで。ねえ、1万円ぐらいでだったら、うん、2回行ったらもう5000円。3回使ったら3000円、4回使ったら2500円、5回行ったら2000円、そんぐらいの安さですから計算ね。僕なんかもう1年以上ね、うん、使ってるんで相当嬉しい、うん、これはもう、ね、うん、私いただいたものの中でも最高です。マッサージ屋さん行ってハンドだけとかって言いにくいですし ね、 ね、なんかもったいない気しちゃうしね、うん、ぜひ皆さんお買い求めください、うん、はい、いいですね。はい、それではまた明日、チャンネル登録待ってます。はい、よろしくお願いします。またね。そうですね、これからどんどんこういうグッズも紹介していきたいと思います。はい、今日のゲストは萌子でした。そうでした。自分で言っちゃった。はい、それではまた、またね。向往的远方，精彩的世界，有多少人想要，又有多少人敢要。